作中に出てくる中忍って全く強いイメージないよねについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。中忍に強いイメージがない。二部からはナルト以外同期みんな中忍じゃん。上忍も対戦で怪しくなったよ。対戦にほとんど上忍いないぞ。ほぼ中忍。上忍は強いはずなんだけれどマダラオ暴れの余波でいっぱいやられている。下忍でもほかげになれるのに中忍になる必要ある？上忍でも上積みみたいなのばっか見てるからアスマレベルだと笑っちゃう。二部から各里の中でも最上級の強さを誇る暁メンバーたちと戦うし、戦争編は歴代ほかげやそれクラスの江戸天祭りだもん。仕方ないところはあると思う。こいつよりサスケ奪還組の方が強そう。暁がそれぞれ個人が影クラスって話だから二部から急にインフレしすぎではある。キサメペインは影クラスあると思うけど他は一つ落ちる感じする。さすがに影未満でお獣かれるとは思えないし、暁の上位は影の上位くらいって考えないと美獣の格が落ちちゃう。芸術コンビはそれぞれ影倒した実績あるし、格図は初代ホカゲと戦って生き残ってるし、ボルト世代の影よりは強いだろうし、ナルトは中忍、上忍経験してないせいで部下に物を任せる方法がわからなくて自分で全部解決しようとしてる。中忍でも強いはずなんだけど敵が忍び者ばっかりだからな。一般人相手なら無双してくれるはず、侍は無理。中忍が強いタイミングがないみたいなところがある。パンピーは中忍止まりも多いんでしょ。一回の試験で5人合格すれば多い方だぞ。リ全体に中忍以上は300人いるかどうかじゃないか。中忍もそこそこ珍しい。一族で中忍が片手で数えられるしか出てないとか出てくるし、中忍昇格条件は部隊長適正だから中忍になるのは結構厳しい。士官学校のアカデミー出て士官試験に合格しなかったってことだからカスだけど、一番最初の大ボスが忍び刀使いだからな。逆に最初のボスが水木先生なせいで中忍の株が。その割に2年でみんなナルト以外中忍になってるのおかしくない？基本的に緊急時ほど中忍のハードルは下がるので、九尾事件後の復興からこの白寿司食らってまた非常事態になってる本編だと仕方ないと思う。あんなに難関試験なのに。OP で相方と一緒に格図に瞬殺されるやつ。下忍自体一機で数人しかなれず中忍ともなるとさらに少なそうなのに、対戦でゴリ込みとは言ってもなんで満単位でたくさんいたんだろうと思う。金属年数とかがある程度いくと別試験になるとかありそう。税理士試験か。中忍が一握りなら万年下忍で笑われてた第三は何なんだ。顔がね。煽りって割とそういうとこあるし。八門以外下忍レベルだし。一切術使えないし。出雲と虎徹だっけ。なんかホラガイみたいな鈍器を使ってたけど一部のナルサスに勝てるのかあいつら。というか本人の戦闘力より上司としての立ち振る舞いのが重要になるのでは？って影分身しながら全部自分で無理やり仕事こなす下忍のままほかげになった7代目見ると思う。7代目は容量が悪いのもあると思うけど、理の変化があまりに激しすぎて誰がほかげでも膨大な事務作業量は避けれんと思う。初期から中忍よりはるかに強い上忍の中でも、トップクラスのカカシが勝てる見込みのないオロチマルが殺害を諦めるイタチと畳みかけられたからな。少年編の時点で相手がザブザだのオロチマルだのガーラだので中忍クラスの出る幕がない。下忍だけで当たることになった4人衆は戦闘面では中忍クラスだったかもしれない。中忍試験は年によって一斉合格者出すから当たり外れが大きい。ザブザ戦みたいな例外を除けば他里の忍び者相手に戦うような任務を受けれるようになるのが中忍からなので、基本的に戦いに出てくる奴らはみんな中忍レベル。新米下忍なのに戦闘こなせるのがおかしいんだよな。イルカ先生が本編の時の中忍試験に放り込まれても勝ち上がれるビジョンがない。月光颯は特別上忍だっけ。中忍試験あたりで登場した木の葉の忍び者は全員特別上忍。水木とかイルカ先生は一般的な中忍レベルなんだろうなってことはわかる。いや、なんかしょぼくない？一般的なのはスレガの連中とかで、イルカ先生は戦闘力ではもうちょっとイマイチな扱いじゃない？スレガの連中の強さがまあわからん。
下任からいきなり暗部とかもあるらしいしよくわからない。暗部は下任就任上任の枠組みから外れてる。イルカ先生は日常の象徴だから全然戦闘がないだけで経歴とか見ると中任でも強い方だぞあれ。何気に高ランク任務経験あるし。ナルトも多重影分身でボコられるって考えると弱い。水木は多重影分身したナルトに一方的にボコられるくらいだからな。でもあの数に対応できるやつって案外少ないのか？日向とかも一応中任だけど部隊率いるとかできる気がまるでしない。ナルトサスケカブトリーネジシノが落ちてシカマルが合格しちゃうのが中任だから、弱いイメージあるのは仕方ない。一般常任中任が出てくるのが大体戦争編でみんなゴミのように死んでいくからマジで強さがよくわからん。中が冷やしとかランクとしてどのくらいなんだろうか。上積みの中の上積みでしょ。それこそ単純な戦闘力だと相手になるのはカカシとガイぐらいでしょ。十尾の大弾き飛ばしてたくらいだしな。ヒューガはこの葉にて最強。冷やしは九尾のバフがない状態で一人で十尾の腕を張って空手のひらで引けるくらい強い。十尾は指一本で八尾の受け物玉を弾き飛ばしてるから、描写上では八尾より火力があるということになる。三代目亡き後のこの葉でマジ最強だった疑惑。その辺の描写を見たら冷やしは暁にいてもおかしくないと思う。この葉は各一族のトップが影から常任上積みクラスだったり特殊技能持ちだからマジで強いんだよな。その上ほ影が基本的に同期の影中最上位だったり突然今日の一般家庭影以下クラス忍び者が出てきたりする。手の内知ってるとはいえ、この人は江戸天下クズと2対1でやり合ってなかったっけ？結果はわからんけど、普通に前線してるっぽい。5体外出した状態で本体狙いだったから抑えられてた感じに見えたけど、アスマシカマルと組んでた時は、突っ込んで速攻捕まってたこと考えたら頑張ってたはず。セリフだけだったから忘れがちだけど、ダルイも参戦してるはず。ナルトの同期はほとんど中任だけど、下手な常任より強かったでしょ。桜ちゃんに至っては最終決戦にも貢献できる強さよ。そもそも中忍に戦闘能力はそこそこで十分な世界だし、戦闘民族と比べたらダメだよ。多少の戦闘力と重要な任務に対する信用、信頼、判断力があれば中忍、割と強いと常忍の区分になる。ナルト勢の火力が高すぎる。同期のほとんどが秘伝忍び術一族っていう奇跡の世代。同期ってもっといるはずでは？下忍なりたてで中忍試験を受けた同期が彼らだけだっただけで、彼らは忍びであって侍じゃないもんね。中忍試験であまり戦闘力を見せてないシカマルだけが合格したことから考えても、正面戦闘力より対応力とかの方が重要度が高いってことなんだろう。インフレによるモブ中忍たちのかませか。基本主人公かその関係者目線になるから敵の格を上げるためのかませ役が多くなるのよね。インフレっつうか主人公たちが特別だからしょうがないんだ。呪術で言えばイノタクくらいなポジ。少年編のシカマルレベルでも中忍だからな。というか初登場が波の国編の中忍だけど、そいつは当時のサスケにすらもあっさり負けていたので。実は下忍でも地道に任務を成功して評価されれば自動的に時間はかかるが中忍になれるとのこと。おそらく、本編中で同期の中忍相手と比べて露骨に弱かったイルカ先生はこの制度による中忍と思われる。下、中、上の枠組みの外の連中に強いのが多すぎた。初期設定だからしょうがないだろ。少年漫画のランク付けなんてそんなものだ。一切術使えないのはあれだけど、ほとんどのキャラは全然術使わないんだよな。秘伝忍び術とかは親からだろうけど、それ以外はどう覚えるんだろ。一部の桜とかチャクラコントロールかなり上手くて頭も下忍離れしてるのに使える術は変わり身くらいだし、そのあたり覚えられる施設も受けた方がいいだろ。カカシ先生がいろいろすっ飛ばしただけで、本当は先生の元で本格的な術の習得するんじゃね。ナルトがカカシにやったり、ガイが点々にやったみたいに知り合いに紹介状書いて教えてもらえるように頼む。それで担当ができない分野についてはカバーしてる。教えるだけならカカシ先生が大体全部できそうなんだよな。一部のは無理だろうけど、それなら教えておいてくれってならない？中忍試験の桜とか勝てる相手ほとんどいないだろ。
あの時点のカカシってサスナルは期待値高かったけど、桜はあんまり規定してない、切なかった。イタチだって中忍じゃん。まあナルトに至っては下忍だけどさ。最初の中忍試験通ったのが単純な戦闘力は低いし、かまるだけで強さより頭の良さとかリスク把握の方が重要っていうのをナルト対ネジとしかまる対手まり戦できちんと示せてるの分かりやすくていい。実際戦争になったとか、それに近い状況で特攻前提でもなければ人材自体が貴重だし、命がけで敵と戦って死んでも勝つみたいな連中ばかりじゃ困るよなぁとは思う。暗部とかいう卒業試験のせいで毎年人材不足部署。それは根の方だよ。火影直属の暗部は殺し合いしない。本当は単に個人の戦闘力だけの話じゃなくて隊を統率できる能力の話よね。この辺ごっちゃになってるのちょくちょく見るけど、隊長として人員を使えるのが中忍。そこから戦闘能力が高くなって上忍になるイメージ。そもそもあの戦争は今までとレベルが違うじゃん。第3次までは普通に中忍も活躍できたと思うよ。強さだけじゃなくて隊長として人を束ねる素質も見てるんじゃないかな。隊長職になるってのはそういうことだろうし。皆さんは作中に出てくる中忍って全く強いイメージないよね、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。